私たちが大好きなスリルを与えてくれるゲーム、モノポリーなどは有名ですね。実はそんな中に大昔から続いているゲームもあったりします。私たちが買っているのはレプリカ。皆さんが一番好きなゲームをコメントで教えてください。まずは世界最古のボードゲームから、ウル王朝のゲームです。20マスのゲームとも呼ばれており、発明されたのは4600年前の古代メソポタミア。このゲームは1920年に現在のイラクで発掘されました。このゲームはその名とは裏腹に王族ばかりが遊んでいたものではありません。階級を問わず誰もがこの2人用のボードゲームを楽しんでいたのです。中東で非常に人気を博した結果、スリランカにも伝わることとなりました。ではこのゲームのルールはどのようなものなのでしょう。それはバックギャモンにとてもよく似ており、自分の駒をボード上のゴールにすべて移動させれば勝ちとなります。このボードゲームに勝つには戦略も必要ですが、運も重要です。このゲームは娯楽の要素に加え占いの側面も持っていました。ゲームの結果がプレイヤーの未来を表すと考えられていたのです。この信仰に基づいてゲームはマス上の動きで神や霊的な存在からのメッセージをプレイヤーに伝えると考えられていました。このゲームが遊ばれなくなっていった理由は、ルールがさらに発達した結果生まれた別のボードゲームがより遊ばれるようになったという理由のようです。セネとは紀元前3100年の古代エジプトで遊ばれていたゲーム。すべての駒をボードから外すと勝ちになります。手持ちの駒は4つか5つで、ダイス代わりには棒が使われます。駒をいつどのように動かすかについては様々な細かいルールがあります。例えば棒を投げた結果、表の棒が1本だけだった場合、一歩動いた上にもう1回手番が回ってきます。考古学者たちは古代エジプト王朝の墳墓からこのボードゲームを発見しています。古代エジプト人は死後の世界の存在を信じており、セネとは渡ることを意味する言葉でした。つまりこのゲームは死後の世界へ渡っていく様子を表したもので、ゲームであると同時に永遠の存在になるための過程を表したものでもあったのです。このゲームはツタンカーメン王や王妃ネフェルタリらが好んでいたことでも知られています。古代エジプト人たちはパーティーも愛していました。上流階級の人々が催した宴では、音楽家や曲芸師、レスラーたちが余興を提供していました。そんな中にセネトに興じる客もいたはずです。古代エジプトのセネトはマス目にヒエログリフで追加ルールが書かれていました。現代のレプリカの中にもそのようなヒエログリフが書かれているものがあります。ここまでは2人用ゲームでしたが、古くから伝わる4人用ゲームもありますね。それが新王朝時代に生まれた麻雀です。世界最長の麻雀のゲームは2012年に行われた33時間に及んだもの。ゲームの参加者は中国人ではありませんでした。しかし一方、中国では麻雀の参加人数の世界記録が樹立されています。その人数はなんと2380人。麻雀は牌で手を作るのを目的とするゲームで、最終的に得点が最も高かった人が1位となります。伝統的なスタイルの麻雀牌はマンズ、ソーズ、ピンズの3種類からなり、竜や花を表す牌も含まれています。トランプのラミーとルールが似ているとも言われていますね。麻雀が西洋で人気になったのは19世紀のこと。今では世界中やオンラインで遊ばれているゲームです。お次はインドのゲーム。クリダパトラムと呼ばれるゲームは、手作りの布で作られたカードを使ったゲームです。カードにはインドの叙事詩ラーマヤナやマハーバーラタの場面が描かれており、その哲学や宗教が色濃く反映されたゲームとなっています。特に王宮で遊ばれたゲームでしたが、後にこのゲームが階級を問わずに遊ばれていたものであることが分かりました。ゲームはプレイヤーたちがカードをシャッフルして開始されます。再び古代エジプトに戻りましょう。今度は6人用のゲームです。ゲームの名前メヘンは蛇の神の名でもあります。遊ばれていたのは紀元前3100年から紀元前2300年頃。トグロを巻いた蛇の形をしたボードで遊ぶゲームです。蛇の体は長方形のマスに分割されています。
ノキアの携帯の蛇のゲームとは大違い。エジプト学者たちはこのゲームのルールや勝ち方が全く分かっていないため謎のゲームであるとしています。少なくとも分かっていることは、丸いコマを使って遊ばれたこと、また蛇の尻尾から始まり、いち早く中心にある頭を目指すというものでした。さらにライオンのコマがゲームをより面白くする要素でした。プレイヤーたちはコマを動かし、特別な形を目指すこともできました。飛んだり滑ったりという動きでチャンスをつかむこともできたようです。このゲームも先ほどご紹介したセネトと似た要素を持っており、棒を投げて出目を決めます。このゲームで使われた棒は片面が平たく、もう片面が丸くなっていました。ルダス・ラトルン・カロルム、またの名をラトルン、古代ローマ帝国時代の2人用ゲームです。その目的は軍事的采配を試すというもの。マス目のあるボードの上で遊びますが、細かいルールまでははっきりと分かっていません。歴史学者たちがこのゲームの再現をするという研究を行っています。ルールには様々な解釈がありましたが、広く支持されているものが一つあります。そのルールによると、プレイヤーは駒を好きな方向に動かすことができ、相手の駒を囲ったらそれが取れることになっています。取られた駒は盤面から取り除かれます。このゲームはルール的にはチェスに似ていますが、こちらのゲームの方がより軍事的な指揮力を試す側面が強かったようです。ローマの有名な詩人オイディウスはこのゲームを詩の中で歌っており、そのルールの一部はこの詩のおかげで再現されています。オイディウスもゲームが好きだったのでしょう。当時のゲームで遊ぶ夜はどんな様子だったのでしょうね。ローマ帝国のもう一つのゲームはナインメンズモリス。長い間失われていたこのゲームは2018年に発掘されたものです。紀元前1400年に発明されたとされるこのゲームは、9人の男からなる駒を操作し、2人が対戦します。それぞれの駒には別の役割があり、盤面上を動かして戦います。手持ちの駒が2以下になるか、その前に駒を3つ並べることができなくなると敗北です。ノルウェーやフランス、ドイツなど中世ヨーロッパの国々には、様々な別のバージョンのナインメンズモリスがあったと言われています。シェイクスピアもまた有名な喜劇、真夏の夜の夢でこのゲームに言及しています。最後のゲームはワリ、マンカラとも呼ばれるゲームです。西アフリカで人気になり、そこから世界に広がっていきました。このゲームでは、2人のプレイヤーが互いの動きのプランを立てて、相手に勝負を挑みます。このゲームは頭脳と練習が要求されるもの。運では勝つことができません。このゲームではボードに開けられた6つの穴に種が入っています。そしてプレイヤーは様々な制約に従ってこの種を取り出していきます。このゲームは皆さんもご自宅で遊ぶことができますよ。種の代わりには小さなもの、例えば小石やビー玉、M&M を使うこともできます。さあ、これらのボードゲームは今から1000年後にも残っているでしょうか。例えばチェスはそれ以上の歴史を持っています。このゲームはまだまだ姿を消すとは思えませんよね。